お疲れ様です。2月になりましたね。2月1日、木曜日朝6時の相場解説になります。今日の注目は何といっても4時までに行われていた FOMC、 そして4時半からのパウエルさんの会見でございます。まあでも長々とやってましたけども、一言で言うとアメリカの利下げを据え置きしますよってことですよね。まあつまりアメリカの高い金利っていうのはまだ維持されるってことになります。そうなると結局円高の方向に舵を切ったドル円の相場っていうのが円安の方向にまた戻り始めるよっていうことなんですよね。それがこの冷やしの下髭に現れているってことになります。ね。まあそれまでも別にね、上の方に向かっていたってことはないんですけども、こうぐーっとね、上がっていって、で、前回ウォーラー理事がもう利上げをしないよって言ったのでね、まさに上昇して、さらに日銀の金融緩和は粘り強くやっていきますっていうことで、もう円安の方向にまさに舵が切ったところ、この辺でね、なんとなくこう、躊躇が出てきたような、買われすぎが売られているって状態が起きましたけども、そっからね、今度は、そうは言っても利下げするんじゃないのって期待感から下がり始めたところもあったと思いますけども、今回の FRB のパウエルさんがね、いやー、もう利下げはしないよってことによって、これからもね、円安の方向に向かっていくんではなかろうかっていうところがあられているところですね。はい。それではちょっとだけ記事を見てみましょうか。こんな感じです。5時50分。147円44まで持ち直すということでね、下まで行ったやつがまた戻ってきたってことになります。ズバーッと行って、ズバーッと行ったってことになりますね。はい。ドル円は5時30分過ぎに、一時期147円44付近まで持ち直した。まあ今の価格です、これが。で、いろいろと語っていますけども、3月利下げの可能性が高いとは考えていないってことなんで、3月も利下げをしない可能性が高まったわけですよ。だから円安が今後も進んでいくのかなと。だから150円はこれね、行くんじゃないかなっていうふうに私、今の時点で思いますね。ということでね、いろんな方針があったんですけども、ここら辺で変更して150円に向かって進んでいくというふうにちょっとね、思っておきましょう。あ、これはこの2、3ヶ月の間にですよ。で、次4時間を見ていきます。で、4時間ではこのような形が出てましたね。はい。もしかしたらこれあれになるかもしれないですよ。わかります？双子の陰線陽線です。陰線と陽線が横並びで同じような形になった時に何が起こるって言いましたっけ？ね。緩やかに下に向かっていたのが、今度は上の方に向かい出すってことですよ。はい。で、1時間です。1時間ね、下の方にぐーっとブレイクしたのは昨日のトライアングルの後だったんですけども、トライアングルの後ね、ちょっと変な書き方になりましたけど。で、ここで、FRB の発表がありまして、ああ、じゃあ、利下げはしないのねってことで、円安の方向にズバッと触れたってことになりますね。で、下に下がったのが戻ってきて、またこうやって行ったり来たりするんじゃないかなと思いますけどね、当面。はい。で、今週なんですけども、2月の頭ってこともありますし、それからね、材料もドーンと出たってことで、今日と明日は、テクニカル的にはね、あまりトレードに向いてないです。ですんで、もしポジションを持つ際は、かなりリスクが高いってことと、ファンダメンタルにかなりね、重きを置いたエントリーになるってことを頭に入れといていただければと思います。はい。で、テクニカルで普段やってらっしゃる方は、ちょっと気楽に木金を見といてください。特に、エントリーする根拠ってのはテクニカル的には見つかりにくいと思いますから。はい。とりあえずは以上ですね。午前中は今回の FRB の発表が落ち着くのを待ちましょうということになります。それではまた後ほど。お疲れ様です。ちょっとね、追加ですけども、月足の方の見解をお話ししてませんでした。月足はね、もういろんなことがあったんですけども、こちらが行動の限界点だと思いますが、ただね、安値ってのがどうなってるかっていうと、安値がどんどんね、切り上がっているんですよ。どん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 上の方にね。だから今回もそこまで下がらずに上の方にだけ向かっていくのかなってこと。それから FRB の発信と発言ですね、今朝の。で、あと、日銀の金利政策を考えると、やっぱり150円まではこのままね、この1ヶ月進んでいくんではなかろうかというふうな形でございます。はい、じゃあ補足終わりです。